私自身が出張撮影のフォトグラファーとしてスタート活動をスタートした時にやはり写真の技術を習得するところですごく苦労をしました。やはりその時にもうすでに小さい子供がいて転職からのスタートだったので、そこから写真学校に通ったりとか大きなスタジオに入ってキャリアを積んでいくっていうことがもうできない状況で、ただやはりお客様にとっていいサービスを提供しなきゃいけないというところではすごく工夫が必要になりました。今もこれからもこうずっと学び続けていきたいという思いはあるので、このスタジオを使ってそういった同じようなニーズを持ったフォトグラファーの出張撮影スタジオのを拠点として持ってない方にも向けてもレッスンが行えるような場所になっていったらいいなと思います。私自身が教えるということではなくて、私もまだまだ学びたいので、いろいろな先輩方に教えてもらえるような環境を作っていきたいなと思っています。すでに行っていただいたものは、ストロボのライティング講座であったりとか、あとは出張撮影 の中でのお宮参りの撮影で、どのようにこう産着をこうかけてご家族に差し上げたら美しくなるかっていうところを、ご指導いただいたりとか、あとはそうですね、七五三の撮影でもバリエーションを増やすためにどういったこう角度でいったらいいかとか、言葉掛けをどうしたらいいかとか、お子さんに向けて の撮影ももちろんですし、あと女性のポートレートでどういうライティングもそうですし、声掛けも角度も場所の空間の使い方もどうやっていったらバリエーションが増えていくかというところもいろいろな方に入っていただいて、私が参加する不参加かかわらず開催をしていただいております。長くお客様と付き合っていきたいなと思うときに、地域で愛される場所になっていったらいいなと思っているので、地域の方々向けのイベントであったりとか企画したりしています。で、オープンして半年ぐらいでコロナ禍になってしまったので、できたこととできなかったこと様々なんですけれども、例えばコロナ禍の前に実施したことでいうと、小さいお子さんを持つお母さん向けのお洋服の販売会と撮影会を一緒にこう企画したりとか、あとは保険の代理店の方とお子さんの教育費について学んで、それを学んだ方に撮影を提供するっていう企画とか、実現できたもの、実現できなかったものあるんですけれども、今後もそういった企画をいろいろしていきたいなと思っています。現在行われているイベントとしては、フラワーアーティストさんがこの場所を使って、お花のレッスンを月に1回2回程度行っています。で、それはもう本当に撮影とは別で、この空間を使ってやってくださってるんですけども、お客さんの中にもそのレッスンを通してこのスタジオを知って、あ、撮影もできる場所なのねっていう風な位置づけで捉えてもらえたらいいなと思っていて、でやはりお客様と長く付き合っていくところで、最初に撮影で出会っても、その後例えばお花のレッスンに参加する、例えば開催した例えば音楽のイベントに来てくださる、でまたその次は撮影会とか、何回かこう出会っていく中でこういろいろなこう面というか、スタジオでいろいろなこうことを経験していただくというか、時間を共有できたらいいなと思っています。今ちょっとコロナ禍でなかなか実現はできていないんですけれども、今後もう少し地域の若いママさんに開かれた場所にしていきたいなと思っています。